第2週電気工事士筆記試験問題解説の令和5年下記の午前問9ですね図のように定格電流50アンペアの配線用遮断器これブレーカーのことですねで保護された低圧屋内幹線から VVR ケーブル太さが8ミリ平方メーター京葉電流が42アンペア でえー、低圧屋内電路をですね分岐する場合 AB 間の長さの最大長メーターで表しなさいですねただし低圧屋内幹線に接続される負荷は電灯負荷ということであります。はい、これはね親切、まあ、というかフェイントといいますかね、えー、ケーブルのです、ね、8ミリ8スケのですね許容電流が アアンペアと、こういうのが出てるわけですね。いわゆるそののの IV の許容電流じゃないんですね。もうおここまでしか流せませんよとケーブルとしてここまでしか流せませんよというですね42アンペアが表示されております。はい、えー、それでですねケーブルの供容電流はですね、えー、遮断機の容量のですね割合が何本になっているかというのを見ればいいわけですね。 したがって、えー、分母が50分子が42になりましてこれ0.84になりますんでね84%になりますんで、えー、50制限のあるね、えー、55%よりか大きいのでこれは制限なしで、えー、いけますよということであります。